習じゃないのか。あ、本当。俺全然いなかった。わかる。はい、皆さんこんにちは。高橋久典です。本日はですね、元広島カープコーチのですね、玉木友孝さんに来ていただきました。よっ、お願いします。お願いします。お願いします。習得の思い出話とかになっちゃうけどね、思い出話いっぱいあるでしょ。かなりあるね。ねいや、数えられない。もう言えないこともいっぱいあるしね。うん、ぐらいあるね。玉木さんは1993年中徳高校から広島カープに入団、ご活躍され、久典さんとは東京の名門修徳高校野球部の同級生ということで、うん、まあ、お互いにいろんなことを知っているとお伺いしておりますが、まずは玉木さん、改めてあの 高校生当時の久典さんの印象はピッチャーだから、うん、外野でずっと走らされてるイメージ。そうだね、しかないし、うん、それに、まあ、いやいやじゃなくて、うん、なんとか率先して走ってるイメージ。本当？めちゃくちゃ嫌だったよ。なんかすごいね、練習してるイメージ。本当に、うん、まあ、めちゃくちゃ嫌だ。練習しなさすぎでさ、めっちゃ走ってるわと思ってそう、だからね、グラウンドでは一緒の、ね、とこでやってるけど、でもほぼ接点がないね、普段なんかね。だから、まあ、例えば寮とか行って、その合宿所でご飯食べるとか、なんか夜ちょっとね、部屋で一緒に何、遊ぶとか、それぐらいで、ほとんど球場ではあれだったね。試合の時ぐらい、うん、試合の時ぐらい、あとは説教される時。そうだね、まあ、それもね、まあよく怒られたしね。連帯責任、うんうん、よく怒られた、本当によく怒られた。本当に俺初めてよ、ランニングしすぎてピッチングの時に足つるっていう。もうびっくりした。俺バーンって投げたら、コーチ、当時コーチ、あのキャッチャーで、であいつにこう向かってビャンって一球投げたら、バーン出すって、おい、下大丈夫かって走ってくれ、足の前でさ、なんかあいつに看病されるのちょっと尺だったけど、その場でストレスしちゃう。そう、足の前でって玉木さんはあの高校時代、その辛かった練習とかって何か思い出ありますか？グラウンドになんか、その周りにボールが14個落ちてました。あった、14個落ちてて、それを監督見つけて、うん、ベーラン140周した。したしたした。そんな辛い、それは練習じゃないのか。もうね、罰走だよ、罰走だ。そう、あのボールを球場内に落としちゃいけないんです。で、絶対こう調べて、あの上がんなくちゃいけないんだけど、河川敷なんですよ、習得のね、球場が。それで外野がもう雑草でボーボーなんですよ、ね、で、その雑草を多分市の人か県の人わかんないけど、芝を買って刈られちゃったんだ。で、それを監督が早めに行って、で、そのボールをこうグラウンドに投げてたんだよね。それが14個あったの。本来だったらグラウンド14、140周だったのがベーランだったんだよね。そう、ベーランだった、うん、最初ほら14周でほら止めた、うん、止めたおっしゃ、14周か、終わって、よかったよかったと思ったよ、走れとかそっか、なんだよ、これ100、あれ50、あれ100、あれ140周する、結局もうなんかもう最後の方うわーとかってもうみんな顎になって走ってたもんね。もう結局日が落ちてライトついて、うん、そうでやつもね、多分何時間かかった、あれ4時間か5時間か時間ぐらいじゃない、ね、うん、しかもベース取れちゃってね、うん、ここで取れちゃって、スポーツのね、用品店の人呼んで、うん、違うのはめてもらって、途中でみんな踏むもんだから、そうだから、ここ俺取れた、確かに、そうなんか理不尽な練習みたいのは結構やっぱ多かったかもね。ピッチャーね、よく分かんなかったのは、10球投げてバックスクリーンまで走って戻ってきてまた投げて、でそれを10セットとかやった、うん、これ意味あんのかなっていつも思いながらやってボールもさ、テープ巻いて、そう冬用の、うん、雨用のあれとか投げても滑っちゃって、投げられないんだもん冬だからさ、それであってかじかんでるしさ、大会前に合宿に所にこう1ヶ月前ぐらい、うん、そうで、まあそこでね、寮生活みたいなのを始めます。まあ飯はうまくなかったね。いや本当に
ほんとまずかった。メインがどれやねんって話、うんうん、量はあるけどみたいな、何これみたいな、こんな魚がこう並んでこう置いてあってさ、あとハムとさ、でメインがご飯いっぱいでさ、味噌汁そうだね、納豆です、俺納豆をかけ、こうかけて、これじゃあれだから味噌汁かけて納豆味噌汁ご飯ってメインがどれか分かんないからさ、だからだって味噌汁とご飯の容器がめちゃでかいんだよ、でかいの、あれほんとでかい無駄にでかかったの。量入ってる人は利き手と逆で食べなくちゃいけないんです、ご飯ね、箸をね、でタヌキだとずっともうあれから左になっちゃう、もうね、いっぱい出てきちゃって、もうヤシオロードっていうロードがね川沿いをこうずっとぐるっと一周回る、どれぐらい ?5キロ、6キロぐらいあるのかな、ヤシオロード、うん、ヤシオロード10キロでしょ、10キロ、うん、あ、そんなんだっけ、あ、そうか、じゃあ1時間以上かかった、そう、1時間、うん、早いやつで40、うん、ぐらいで、あ、本当、いや、ヤシオロードって言われて、A コース、B コースっていうのがあってね、 B コースは、あのその前にね、スペシャル A だ、スペシャル A だそう、A コースっていうのは大体ちゃんとしたコースなんだよね、そう、で、B コースが、何近道があるんだよね、近道がある、確かね、5分ぐらいかな、で、スペシャル A コースっていうのが、あの車とかに隠れて、そう、隠れて、こう逆に戻って、逆に戻ってそう、でもそれはもう、こっちに回ってる、みんな合流するんだ走ってないから、みんな汗かいてる、まあそれでも3キロぐらいかな、3キロあるかな、ないかな、ないよ、高校生となると、やっぱり多感な時期、うん、恋愛事情とかもちょっとお伺いできればなと思うんですが、俺は高校2年といた、あ、ほんと、うん、俺全然いなかった、うん、高校1年からいたわ、おい、いいよそう、俺、全然なんかそういうのなくて、3年生になって一気に解放されたでしょ、野球から、うん、やっぱ甲子園も行ったし、うん、あそこでめっちゃモテたね、すごい、めちゃモテたね、ファンレター、ファンレター、だってファンレターをあの紙袋で渡されるの、うん、で、そのバスの中でずっとこうやって読みながら、電話も入ってたから、電話も入ってる、どうしようかなと書けんな、どうしようかな、写真も入ってるところじゃないモテたなと思った、すごいね、紙袋、うん、俺でも10通ぐらいだよ、あ、ほんと、10通か20通、まあ、ヒッサーすごかったもんな、ね、いやいや、まあまあね、まあ、ピッチャーだったからで、ね、ポンと目立つんでしょ、うん、で、もう一気にそれで彼女できて、まあ、まあ、ね、まあ、俺はちゃんと真面目にこう読みながら、お返しの手紙を書いた、書いた、書いたマジで真面目だったかもしれない、ないねん、最後の、うんうん、学園祭は最後出てないでしょ、うん、で1、2年生は練習だから結局1、2年するときは出れなくて、高野祭、うん、あの夜やる子、うん、に出てくれって言われた、うん、いやなんで俺も時間あのそんな夜学校に来たくないみたいな話した、うん、男の人気投票みたいなのがあったらしいんだよ、うん、でそれで2位入ってるから、うん、3位までの人は必ず出てもらわないといけないんだみたいな話になって、うん、いやいや俺そんなに無理無理なんですってそんなの出れないんですって出なかった、出なかった、あ、そう、高野祭、高野祭、あ、それじゃあ2部の方はね、うん、俺1部かなんかで、ナイスガイコンテストみたいなのがあって、うん、5位まで入ってて、うんうん、5位に入ってた、うん、まあこの辺は2年の、うんまあ、全体だから、うんうん、でそこに舞台に立ってた、体育館、うんうん、あの5位の玉子と高さんですみたいな、その司会の子がさ、なんかジュリアナの子をしてさ、うんうんうん、司会してる時代だね、時代だねなんだこれと思って、まあ、若い選手は基本的に多いから、うん、誰が活躍してもおかしくないメンバーをいるから、これ勢いづいて回っていった時には、うん、結構いいかもしれない、ね、入るとしたら、入れるとしたらやっぱ3番だよ、3番かな、3番タイプ、3番、4番がいっぱい出てきちゃったよ